んですけど、僕は以前も言ったと思うけど、神様は泣いたくないんですよ。神様って地球人のしもべじゃない。だからあれやってこれやってって言われるから、ちょっとここ言えるわけです。でも君たちは今やらなきゃいけないことがいっぱいあるから、ちょっと自分たちの体の中に宇宙からのデータを入れて、ちゃんと生きていかなきゃいけない感じだと思うんですよ。だからみんなにちょっと教えたいために、ちょっと、もう一人用意しました。どうぞ。僕、キャホホ僕です。ということでね、シャが、皆さんにお伝えしたいことを動画にまとめたものの、声をね、シャとしてやらせていただいています。三橋かな子です。